万物は無から有へと生まれ、小から大へと徐々に進む。近頃、家屋の配置について考えていた。岩山八九。旅から帰った時、ここで休息を取るのも悪くない。武器はここに置いて、呪符は枕の下にしよう。このような部屋であればきっと穏やかな休息が取れるでしょう。キッチン、ちょうどいい。美しく静かで温かみのある。ここは住むのに最適だ。リー・イウェジュンは数々のルールにのっとり書斎を配置する。大まかにまとめると、3つの流派と9つのしきたりに分かれているんだ。大きな本棚に暖炉もあって、休むならここが最適ね。本の中に書かれていた桃源郷とは、おそらくこのような場所のことを言うのだろう。悪くない工房だ。どうやらここでも引き続き研究を行えるみたいだね。設備が整った錬金工房、それに配置もすごく合理的。ここで実験を行えば、たとえ失敗しても保管庫内のサンプルに影響を及ぼさない。公園か。この城内で最も心地のいい場所の一つだね。僕と君でこの公園をもっと立派なものにしようよ。ここはとても快適だ。空気が新鮮で心身ともにリラックスできる環境だからな。こんなに広いところならクレイも楽しく遊べそう。草原が好き。草原は広い。それにいい匂い。これほど美しき景色を見れば、おのずと旅がしたくなるものであろう。手元に葉があるのなら、拙者が草笛で一曲奏でよう。俺は少し年長なだけで、優秀な若者を認められないほど頑固なわけではないぞ。歌を練習するときも気兼ねなく声を出せるから、他の人の迷惑にならなくて安心なの。広いし自由だし、最高にクールな練習場だ。みんなロックの時間だぞ。今は繁栄しているリーウェも何もない街並みから発展してきた。天道万象。なかなか雰囲気のいい村だね。適当に回ってみたけど、どんどん詩の着想が湧いてきたよ。場所の良し悪しを規模や見た目で判断してはならない。ここは環境も快適で落ち着いて物事を考えられるわ。とても賑やかなのに耳障りな感じはしない。ここを散策すればたくさんのひらめきを得られるだろうね。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。専門的な角度から見ればまだまだ改善点があるわね。すまない。ここの生活に慣れるにはもう少し時間がかかるということだ。ここの草地は私が普段お昼寝しているところよりも硬い。私の夕夜浄土と比べたらこんな場所。天道万象。